初心者によくありがちなこと、負けたら課金をするってことでやってきました。今作初の全員アニス、いや、あの 2K22 はあの前作と比べてね、よりリアルになっている動きが、あの細かい動きとかね、まあ、あのジャンプシュートとかも結構入るようになってるし、いやそこまでね陰謀働かないんじゃないかなって思って、だから前作はもう全員アニス一回も勝てなかったわけですよ。なので、あ、まあ、俺ちょっと俺操作しないんですけど、ちょっと試しにね様子を見てみて、どんな感じなのか。今作のこのよりリアルになった今作でも全員ヤニスは無双するのかということで、はい、チームは2000年オールスターズ、はい、歴代のね、いや僕やばいだろ、こっちのメンツの方がやばいもんね。だってね、メーターだけ見るとね、うん、はい、ってことでやっていきましょう。私は操作しません。あのちょっと今日ね青木さんとやりたかったんですけどね、電気がないので俺、はい、ちょっとね文句言われても困るんで行きましょう。来週、あ、電気買ったんで、シーリングライト買ったんで、来週にはね、はい、できるでしょう。ってことで、行きましょう、早速。勝てると思うけどなぁ。2000年オールスターズの方が。早くない？始まんの。もう始まった？ほら、いいディフェンスだ。始まるの早すぎなかった今。何もボタン押してないんだけど俺。これ入るでしょ。ああ、押し押し、まあ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 、大丈夫、止めれる止めれる。これマジで勝てる気がしてきた。大丈夫、レブロン、ほらでフリースロー外すでしょ。ベンチにも全員ヤニスいるよ。おっと、ついに全員ヤニス破られるとき来るかこれ。全然ね、こっちの方がバランス取れてもんね、もちろん向こうもバランスもクソもないからな。アイバーさん来る？カマーン。これがめちゃめちゃ入るようになりました。デビット・オルドリッチだ。これがね、今作ほんと入るようになったからね。これぐらい入らないと困るけどな。やばい、アイソレーションじゃん。シャックもうちょっと寄れば。守れた、今のは。よし。これ意外と普通に勝てんじゃねえか？シャックどうした？さあ、アイバーソン。アイバーソン。あー、まあまあ、オーケー。いや、これは俺普通に勝てると思う。そんなことないかな。だって今までさ、一回も勝てなかったんだよ。それもそれですごいけどな。あ、OK。どんなチームを考えて作っても、それ打つの。ただこれです。ああ、そっか、リバウンドも別に強いかんな、こいつら。全然守れてんじゃん。やっぱちょっと前作があれ異常だったんじゃないか。なんかこれ一発目で勝ったらね。あ、惜しい。でもそう考えるとすごいよな。21の時一回も勝ってないんだよ。20の時からそうだっけ。で今作22、どういう応援なんだろうこれ、観客。ヤングバンさあって、あ、そう、あ、決めた。アイリス大山のシーリングライト、私は購入しました。わあ、シャックがブロックされていく。いいリバウンドだ。シャック運びたがりだな。いけ、アイバーソン。俺が一番好きなリベ選手からのコービー。俺が一番好きなリベ選手これ決めるでしょ。いや、これ全然あるな。むしろこのオールスターじゃなくても勝てるかもしんないね。すごいところからフェイダーウェイやろうとして、今歩かなかった。
さあ行き詰まってます。それはもうないでしょう。あ、これはもういけそうですね。まだ1ピリですけど。さあ、あとやっぱ抜けなくなったじゃん。コンピューター同士なのどれか分かんないけどさ。あ、惜しい。抜けなくなったっつうのも大きいよね。まあ、トランジションで早い展開に持っていけないんじゃないかなと、これ。ディフェンスがかなり硬くなったから。正直さ、前作ってさ、ドライブで抜こうとすれば抜けるんだよね、結構ね。コツをつかめば。ここでまずダイマートです。お、俺が一番好きなポイントガード、スティーブ・ナッシュだ。からのビンス・カーター、ワデ。からの伸びつき。うわ、うまい。パスを回して1球、誰だ、あれ。あ、あれは KG か。時間がない。これはしゃあないですね。そう、このね、こっからの速攻がね、やっぱ出なくなったよね。前はこれでもうさ、めちゃめちゃ、ああ、まあ、これはまあ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 、よく見る光景です。7-7。落ち着いてる。すごい。あとこれディフェンスプレッシャーかけすぎだよね。きた、のびちゃん。あー、 どんな場所からでもさ、プレッシャーかけていくんだもん、ディフェンス。これはいくでしょう。ほら、外していく。さあ、ケージ、剣受けたら。よ、シャレになんねえだろ。リアルじゃなきゃストリートじゃねえ。あれ逆だっけ。7対7か。まあ、このミスマッチついてくるでしょう、そりゃ。まあ、そうですね、これがバスケットなんで、はい、あのザ・スティのね、コネコネ君たちもちょっと見習ってほしいです、今のはね。俺がどんなにメン、あのポジションね、取ってもね、一切パス来なかったんで、明らかミスマッチだったのに、ひたすらコネコネして、スリー外して、ダブルチームとか言ってるのにもかかわらずパスしないで。びっくりだった、あれは。ザ・スティ、まさにザ・スティ。ちょっともう本当、でもやるのやめようかなって思った。意味ないじゃんと思った。何のために俺いるんだろうって。いじめ相談室に電話しようかと思ったよ。どうした？あ、時間なかったのか。9-9。これ分からへんで、ほんまに。さあ、第2クォーター開始です。レブロンが出てきてます。そしてアイバーソン、あ、矢を思いますね。ブロックされそう。落ち着いてる。レブロンも行くの？うわこれがヤニス・アンテントンクンポン。いや、いいディフェンスです。あら、あら、よく見るやつだ。いや、よく見たやつ、前作。あれ、20の時からやってたっけ、この企画って。やっぱり全ヤニスは強い。でもなんかね、全然ね、あー、あれを決めたい。もっと決まるはず。全然対等に戦えてますよ。対等ステーションだ。大丈夫。あー、ファウルか。まあでもフリースローは外すだろ、1本は。1本決めて、おお、2本決めた。危なっかしく。13-9。ちょっとずつ点開いていくのだけはやめてくれ。さあ、レブロン来んのか。ヤオがスクリーンをかけて、難しい。ディフェンスが硬い。それは厳しいシュートです。あれ、この戦場は知略だけがものを言う。三国志。ちょっと結局冷静でもそうだよな。
全ヤニスってずるいもんね。ポイントガードが 1,2 番もヤニスっていうのはずるいよな。あー惜しい。オーケー取った。さすがアイバーソン。出せ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 出さない。さすがアイバーソン。今のパスとかリアルだったな。ハンドオフからのやっぱアイバーソンで来んの、うん、どうしようどうしよう。あれ迷ってる。うわー無理だこれは。やばい、ちょっとなんか差が出てきてる気がするんだけど、結局こうなっちゃう。俺操作してないけど俺も力入っちゃうよ。ダメだってアイバーソン、それナイスショー。いやーちょっとフィールドゴールのパーセンテージが悪いな。あこれは怖い。あでもいいディフェンス。やっぱほんと全員ヤニス最強説あるよね。全員レブロンとかより。ああさすが全員レブロンとかさ、全員シャックとか、まあ、全員ジョーダンとかいろいろできるわけじゃん。その中でもやっぱさ、結局もうこれ全員ヤニスが一番最強なんじゃないのこれ。アイバーソンさすがザ・スティ。早朝順序だったら決めてた。だってヤニススピードもあってさ、リバウンド中もできて外もできて、やっと決めた。まあ3とかはそんな入らないけど、そこまで。まあでも別に決めるときは決めるかな。めちゃめちゃ入らないってわけじゃないから、まあフリースローだよね、あとね。だからね、それぐらいじゃない弱点って。わーお、17対16、いい勝負だ。へえ、多いお茶ってギネス世界記録なんだって。緑茶飲料販売実績世界ナンバーワンなんだって。多いお茶ってもうラベルに書いてある。すごくない？世界2は何なんだろう。じゃあシャックいけるよ。おお、そうですよ、この男がいるんですから。ただこれ全員シャックとかになっちゃうと多分勝てないんだよね。シャックが最強なのは分かるんだけど、総合的に見るとね。あピアス、おチャージングじゃないの。スラミが一番好きな二部選手ポール・ピアスだ。調子の悪い夜、何それ。来た。おお、逆転が、逆転現象起きてます。さあ立ち上がれ髪の毛たちよ。うわいいディフェンスだ。いいぞこのメンズ、今の出てるメンズいいぞ。マグレディ、シャック、みんな俺が一番好きなアニメ選手なのこれ。ピアース、ナッシュ、KG、やっぱ今よりこの時代の方がやっぱ好きだな俺。あ来た、ゴリラ VS ゴリラ。歩いてなかった、時間ない。リバウンド、あヤニスリバウンドめぐいかな。うわ強、おーよく守った。来たんじゃないマグレディ。あー惜しい、入んないね。やっぱ前作行動でも陰謀がなくなってんねこれ確実に。まあやっぱ抜きにくくなったっつうのあるかもしんない。ヤニスでもどうしたの。ああ10秒か、いつも時間、あの時間がね結構ちっちゃくないこれ。右の前もうちょっと大きかったよね。わーお、さあれが入るようになりました。あのコンピューターじゃなくて自分でもね。ここで午前の部終了、21対21、まさかの同点。なんか見て、なんか見て
すごいダンカン、姿勢完璧。さあ午後の部スタートです。この結構午前の部午後の部っていう結構笑われるんだよね、みんなに。こいつんじゃない、アウトない、アイソレーションじゃない。ダンカンがスクリーン行ってアリアップだ、違うな。うわー、あーこれまずい、戻ってヘバスの足早。あ、おお、よく取った、ガガガガガ来た。あらら、すごいすごい忙しい、これ一番疲れるやつ。えぐいミスマッチが起きてる。ただアイバーソンスティールザ・スティ、スティール祭りがひどいんだよな、スティだと何もドリブルできないんだから俺。やっぱさ、前作のヤニスってさ、外もなんか入ったじゃん、無駄に離され、それがまず多分今作、多分これさ3打てないんじゃないの、ヤニス。いく、おっ、何今のノールクパス、あー惜しかったけど今。すげえいい勝負じゃん。さあコービー来んのか、ちょっと難しい、それはアイバーソンに渡せ。あー惜しい、読まれてた、これはまずい、レード空いてる、止めろ。あーすごい頑張ったんだけど今、まずい、ちょっと勝ってよこれ、歴史を塗り替えろ、2000年オールスターズ。うわあ、2000年問題とかあったな。うわあすごい、俺が中1の時だっけ、2000年問題って。なんか00になるからなんかコンピューターとかがバグっちゃうみたいな、なんもなかったんだけど。これまずい、うわーちょっと待って、なんか嫌な予感するよ、今度こそ。あの連続ブロック見せられてさ、おじぎづいちゃってんじゃねえのこいつら、みんなそんな球じゃねえんだけどな、みんな。うわー、おい、コビー・ブライアン、8月23日生まれ、準々も8月23日生まれ。これまずい、わあよく頑張った、ちょっとファールっぽかったけど伸びつき。アイバーソン仕掛けろ、カーターに渡してからの、カーター、うえービンスカーチュービンスカーチュン、今バレないようにビンスカーチャンって言ったけど分かったから。すげえいい勝負してんじゃん。いやだから前作ほどこう陰謀なくなりました、これ、もうこれ見て分かる通り。ってことは全然、あらら、勝てる可能性は全然あります、これ。いや、まあ、今までが異常だったんだよな、まあ、確かにこのメンツずるいけどさ、どんなメンツを考えて、最強のメンツを考えてもさ、一試合も勝てなかったんだよ、もう何十回ってやったけど。そんなことないよね、いくらなんでも。ここでワデー、マジでこれある歴史を変える気がする、これ止めた。さあどうする、いいとこのカーターがレードにいます。
難しい、やめとけやめとけ、それやめとけやめとけ。ああ、そう、それでいい。ああ、でもチェック取られてたか。このトランジションヤニスがそこまでなくなったよね、やっぱね。ほら守れてる。輪で走ってるよ、輪で。お、輪でサインもらったかんな俺な。すげえいい勝負。ノビツキー、いや今までだからさ、ノビツキーですら、ま、あの守れなかったもん絶対ね。やっぱスピードで、スピードのミスマッチで絶対ヤニスがドライブでもう抜けちゃって、だけど今抜けなく、あお危ねえ。あともこのアリウープもあんまり決まりにくくなったっつうのも結構変わったと思う、変わったところだと思う。勝てるようになった、まさ、あの試合終わってないんだけどさ。それは難しい。あー、リバウンドやっぱ強いヤニス。わーお、決めてくれ。いやでもこれ本当最後まで分かんないな。あ、まだ3ピリだった、俺も4ピリだと思ってた。何やってんの。さあ立ち上がれ髪の毛たちよ、来た、輪で、もしかして3本目。あー惜しい。この戦場は知略と戦略だけがものを言う。スクリーンかけろ。やっぱここはマグレディで行くのか。いや、ワーデに意外出すんじゃないか。ノビツキがダウンで降りて、全然そんなことなかったわ。やっぱワーデ。あ、うまい、うわめちゃめちゃうまいじゃん今の。かっこよすぎでしょ。あー、これは本当にもう分かりません。ここまで来ればアイバーソンとかコービーもそこまでのミスマッチになってないんだよね。あー危ねえ。わあ、完璧だったじゃん今の。やばいぞ、絶対絶命のピンチ。なんか逆にちょっとヤニス、全員ヤニスが負けるの見たくなくなってきた。すごい。え、あれ当たったのかな、多分。うわー、守れちゃうかな、ヤニス、シャックを。ここで行きたいよね、だからね。うわーお、わーお。で、これフリースロー外すと、ぽいけど。おー、決めた。さあ、レイカーズコンビ難しい。うわー、打つかそれ。いやー、シャック取れたろ今。やっぱ釣り打たないな。めちゃめちゃ空いてるんだったら打ってもいいと思うけどね。全く入らないわけじゃないからさ、それ打たなきゃ入らないよ。宝くじも買わなきゃ当たりません。それと同じ方式です。ペニアかけて、ああ、どうする、厳しい。うわー、そりゃそうなるよ、どこでもヤニスいるんだから。どこでもヤニス。ああ、あ、打たない、これも無理やり中に行こうとするな。うわ、来そう。ああ、入んないか。シャック、頼もしいぜ。やっ
山さん、それは無理だ、無理だってさすがに無理よそれ。あ、ほらこれをねもう防げちゃうからね。結構さ、やっぱほんと前作ってアリウープ祭りだったじゃん、ヤニスの。それないもんね、だってね、ちゃんと緻密なさ計算でやんないと。それこそ三国志ですよ。負けたらすぐ課金をするやつだ。勝てるぞこれ。いやこれはマジである。歴史的な日になる今日が。ほら守った、全員ヤニスの時代終わったんだ。やっぱもうこれは全員ヤニスがすごいっていうよりは、いやもちろんすごいんだけど、21の21と全員ヤニスがこう張ってたんだ。あ、スリー打ってきた、かなり早い。さあ時間がなくなってきました。シャックゴリゴリ行くの？すごいね、疲れてるヤニス。あのヤニスが疲れてる。交代した方がいいんじゃねえか、ヤニスと。ほらザ・スティの申し子なんだから、アイバーソン。あ、わーお、全然アリウープさせてくんないね両チームとも。またスティになっちゃうよ、ザ・スティになっちゃうって。なんで打つんだよそれ。残り2分、4点差。アイバーソンがイケイケだ。スーパーオフェンスマシンが何人もいるかな。止めた、うわー、さあどうする、ほら決めた。いやあれ決めたら、あれ決めたら分かんなかったよ。ちょっとやばいんじゃないこれ。あー助かってる、すごい試合。随分ロースコアだな。これ何分だっけ、5分だっけ。いやあの3ヤニス決めるべきだったよあれは。あー点が止まってる、もう厳しいんじゃない。お互い必死、ディフェンスが抜けないもんね。ほらさあ時間がもう1分切ります、間もなく。止めた、これはリバウンド。なんかヤニス応援してる自分がいるどうすんだよ、残り1分切ってるぞもう。あっ2点差で、これで止めて決めてくんのか。誰が来る、レブロンで来んの、ここはレブロンで来る。なんで打つのそれ信じられないところからフェイドアウェイしたよ。やるけどレブロン。さあどうする、面白くなってきた。あっちょっと、何これ、ファールじゃねえのか、むしろよく決めたなこれ。それこんなガッツポーズするよこれ分かんないぞ本当に。誰で来んだろう、アイバーソンかな、やっぱ。いややっぱこの男なの。身長差あるよ、それでも決めてくるだろうこの男は。さあ時間がないです、どうする。うわっ、あっ、あっ、3、2、あれ2、1、これはないだろう、まさかの延長ですかオーバータイムです。オーバータイムになるとなんかちょっとやばそうな気がする。このままあっさりヤニス勝ちそうじゃない。わーお、日本決める、きっちり。いやでもよく頑張ってるよこれ。だって卑怯だもんね全員ヤニスって今更だけどさ。あ、来た、うわーこれはほんと決まるようになったな。さあ結構離されてます、でも打たないヤニスは。
うわ、下に叩いた。さすがに遅いか。うわお。やばいぞ。あ、やばいぞ、やばいぞ。あ、よく取った。シャック、そのドリブルいらない。シャック、落ち着いて。ダメだ。暴走機関車になっちゃってる。何回ブロックすんの、ヤニス。まあこれはそういく、そうなるでしょ、そりゃ。やばい、43だ。なんかペヤング食いてえな。なんだかんだペヤングって、でもあの一番シンプルの一番ちっちゃいサイズが一番おいしくない？これ絶対分かってくれる。あー、おー、すごいすごい、おー、また。ちょっといいかな。ちょっといい。アイバーソンもアイバーソンですごいけどね、これで今ね。ここで、ブロックされて、まあ、やり、からの、これ、このキャッチ。アイバーソンしかできません、こんなこと。からのすぐ左手でそのまま持ってきて、また打つけど、これ違うヤニス、あ、今度は違うヤニスがお邪魔しますと。あー、もうキャッチされちゃってもんな、これ恐怖映像ですね、もう。あー、取った。すごい攻防。さあ、アイバーソン、ただこの男はめげません、あんなんじゃ。ダメだ、アイバーソンやめろって、もう。さあ、どうする。うわ、うわ、よく守ってる。アイバーソンに渡さない方がいい、もう。いっちゃう、あのとこ、向きになって。ここ、レブロンとかコービーで、あ、まただ。やばい、答えを見つけようとしてる、ジ・アンサー、あー、もう。ターンオーバーやばいよ。まあ、ブロックはあれかは、でも。わあ、よく止めた、伸びつき。今まで伸びつきだったら絶対追いつけなかった。シャック、そのドリブルやめろ。またこの男。え、ちょっと落ち着いて一回。何で怒んないの、コービーとか。どうした、見えないぞ。あ、歩いた。まさかのトラベリング。すごい、これは。ちょっとちょっと、残り41秒。これ守ったらあるぞ、ワンちゃん。あ、守れ、いけいけいけ、シャックいけ、シャックいけ。絶対絶命のピンチ、ダウンスクリーンからもうコービーとかに打たせた方がいいよ。え、何、あ、タイムアウトか。さあ、どうする。ハイバーソンに渡すなって、危険だぞこいつ。違うって、なんで行くの。落ち着いて、落ち着いて、ハイバーソン。完全にハイバーソンのせいじゃん、もう。これまずい。フリースロー外すかな。深呼吸して10秒ぐらい時間かけるんだよね、本当はね。ボタン押さないでいる。リアル結構時間かかってる。ああ、決めた。もうちょっと厳しい、これは。ああ、いや、もう無理だな、やっぱりヤニスか。でも結構苦しめたね、だってアイバーソンのせいだもん、これ。いや、そうでしょ。もういいって、諦めろよ。アイバーソンに、アイバーソン怒った方がいいよ、これ。いや、ナンバー 0% だった。ナンバーワンスコアラーのさ、そのやっぱプライドがさ、邪魔しちゃったのか、ちょっとアイバーソン。それさ、勝てないよ、全員ヤニスには。シャック。ああ、倒れちゃった。やっぱりこの男たちでした、勝ったのは。ちょっとこれは怖い。いや、でもかなり見えたね、なんか未来が。これあるぞ、勝てるぞ、今作ちゃんとこうメンツ考えて。でもアイバーソンは危険だ、ちょっとありますね。ミュージックスタート。
まあまあ決めてたもんね、スリーもね。アイバーソンが14分の2ですね。はい、ことごとくブロックされてました。リバウンドなぜか5リバウンド取ってる。やっぱコービーはウェイド良かったよね。あ、ウェイドすごい良かった。向こうは、向こうがもうブロック祭りだったもんな。ほらみんな一回、あ、そんなことねえか、ハートの人たちは多分みんな一回はブロックしてますね、これ。あ、これは出てないだけか。信じられなかったな。どういう絵よこれ、どっから撮ってんのこれ。ってことで、48対42、かなり苦しめたけどね。ちょっと最後アイバー3も 0% だ。前はね結構入ってたのよ、ヤニスも3、それがなかったね。ってことで48対42でかなり惜しかったですね。はい、いやこれはでも可能性ありますね。全然今作は全員ヤニスついに破れる日が来るでしょう。もうそう遠くはないでしょうそれ。はい、ってことで皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。登録者20万人目指してます。相変わらず減ってってるんですけどね。はい、ちょっとお願いしますよ、皆さん頼みますよ、普及活動。だから俺がなんかどっか、例えば渋谷とか行ってさ、まあ、どこでもいい、渋谷じゃなくてもどこでもいいんだけど、早朝のことしてるやつって言ったらさ、もう携帯奪ってさ、やっぱしか登録していいんだよな。それあと5000人ぐらいやるんでしょ、大変だよそれ。だからみんなの力も必要です、お願いします。ありがとうございました。すいません。